家族との自画像。1820年頃、バーンハウス所像、ヨーハンフリードリヒ・オーバーベックは、ドイツのナザレ派の画家。四つのエッチングも描いた。ヨーハンフリードリヒ・オーバーベックは、リューベックで生まれた。三世代前の彼の先祖は、プロテスタントの主人牧師であった。彼の父親クリスティアンは、法学博士、詩人、神秘主義の神徒、そしてリューベック市長を務めた。 彼の祖父は、ゲオルク・クリスティアン・オーバーベックといい、リューベックの弁護士で、祖母エレオノレ・マリア・ヤオホは、名家、ヤウホ家出身であった。一家の住む建物からごく近い経緯日々通りに、ギムナジウムがあった。進学博士である叔父は、そこの教師であった。そこで、老いは、古典の学徒となり、美術教育を受けたのである。若きオーバーベックは1806年に、リューベックを立ち、 画家ハインリヒ・フリードリヒ・フューガーが教鞭を取るウィーンの美術アカデミーへ入学した。フューガーはフランスの新古典主義の画家ジャック・ルイ・ラビットに学んでいた。ここでは知識を得られたが、教育と共同団体が繊細で宗教的な若者にとって我慢がならなくなった。オーバーベックは共にあてて、自分が庶民社会に落ちたこと、どの貴族もこの庶民をアカデミー内で抑圧していると考えており、 ここでは人間性のうちにあるすべての正義が失われ自分自身も密かに自分がその状態にあると書き綴った。これらの文面は彼の未来の地位と芸術に対する鍵である。彼が生きる根源を改めて見出したキリスト教芸術の純粋な精神性が数世紀の間に断絶し崩壊してしまっていた。彼は初期のラファエロ以前のイタリア画からを光に当てることで 彼の同時代の他の一方に一票を投じた。4年の在学期間の最後の年、違和感が妥協できないほどになったオーバーベックと、彼に同意見の一団がアカデミーから放逐された。彼はウィーンで虚しく真の芸術を探し求めていたのであった。よって、彼はローマへ向けて立った。半分だけ仕上がった、エルサレムへ入るキリストのカンバスを持っていった。彼の心情の許可書のごとくであった。 私は聖書に従う。私は、己の普遍の場所のようにそこで証明を受ける。オーバーベックは1810年に、ローマへ到着し、ここを59年間政作の中心地とした。彼は、仲間のペーター・フォンコルネーリウス、フリードリ・ヒビル・ヘルム・シャード、フィーリップ・ファイトラと、フランシスコ会の古いサンイシドロ修道院に共に、暮らした。彼らは、友や敵の間で、 ナザレ派という描写的な別名で知られるようになった。彼らはドイツロマン主義、教会ロマン主義、ドイツの愛国的、宗教的画家の集団であった。彼らの戒律は厳しく、誠実な政策と、敬虔な生活が重んじられた。彼らはルネサンスを偽りだとして、異教を骨董品だとして遠ざけた。そして、簡素な環境において、ペルジーのピントリッキオ、フランチェスコ・フランチャ、 そして若い頃のラファエロの真剣な芸術の厳格な復興を起こした。画風の特徴はしかし、理想の気高さから引き出された。貴重面さと下書きの厳しさすら、光の加わった形式主義者の構図であり、陰影と色は魅力のためでないが、主に洞察力とモチーフの成就を引き出している。オーバーベックはナザレ派の運動の中での指導者であった。 運動に加わった画家が記述を残している。しかし、苦闘は厳しくそして貧困がそれを報いた。しかし援助の手を差し伸べるとも、ニーブール、ロベルト文前、フリードリヒシュレーゲルがやってきた。1813年、オーバーベックはローマカトリックに改修し、そのために彼は自分の芸術はキリスト教徒としての洗礼を受けられると信じた。 イタリアとゲルマニアの家ピナコテークゾを降りよく機会が回ってきた。プロ社人領事、ヤコプザ・ロモン・バルトルディがピンチョの丘の端に家を持った。家はパラッツォズ・カーリ、またカーザ・バルトルディと呼ばれた。バルトルディは、オーバーベック、コルネイリウス、ファイトとシャードラと部屋の装飾の契約を結んだ。7メートル四方に、ヨセフの物語を描いたフレスコ画がある。題材は、7年基金と、 同胞に売られた、ヨセフである。これら実験的な壁画は1818 18年に、完成し、イタリア人たちの間に交換を生んだ。同じ年、マッシモコー公が、オーバーベック、コルネーリウス、ファイトとユーリウス・シュノールに、庭園のパビリオンの天井と壁画の装飾を依頼した。そこは、サンジョバン・ニン・ラ・テラノの近くで、トルクアート・タッソ・ダンテ、 ルドビーコアリオスとの文学的世界を描いた装飾フレスコ画があった。オーバーベックが割り当てられたのは、タッソの解放されたエルサレムを主題とする5平方メートルの部屋であった。この絵は11の構成で最も大きく、最も特筆すべきもので壁全体を占めていた。ゴドフロワドブイオンとピエール・レルミトが出会う場面が描かれていた。10年間手間取り、酷使され、弱った画家は、 フレスコ画の完成を友人の画家ヨーゼフ・フォン・ファーリヒに任せた。獲得した自由な時間は好みに合ったテーマ、聖フランチェスコの原始に徹底して継ぎ込まれた。6.5メートルの長さのある壁画で、等身大で人物が描かれ、1830年に完成した。これはアッシジ近郊のサンタマリアデリアンジェリ聖堂内のポルツィウンコラのためのものである。 オーバーベックと仲間たちは自ら進んで手入れされなかったフレスコ画と記念碑的な絵画の修復をした。彼らは古来の方法を採用した。そしてその成功でヨーロッパ中の忘れがたい復興をもたらしたのである。50年に及ぶオーバーベックの画家生活での主要作品は以下の通りである。オーバーベックの作品すべては信仰の熱情、注意深く長引いた学習。 乾いた厳しい手法、そして控えめな色彩などで特徴を付けられる。オーバーベックは、雪中学派に属し、今なお創造的である。彼の試作家のうちでの地位と彼のペンは、彼の鉛筆より少なくとも忙しいものだった。彼は、マイナーな詩人、随筆家、大量の書簡作家であった。彼の作風は多弁で上調である。彼の絵画は、教訓的で、 彼の宗教的信条と彼の芸術のプロパガンダとみなされるように使われた。信仰の勝利と生産のような構成の教授法は、熱狂的な文学的発露によって彼が力説したのである。彼の芸術は、彼の人生が生み出したものであった。彼の定期的な思考は、孤独の慈しみ、祈りの鍛錬で鍛えられた。彼は生き生きとした画風に転換し、それらは無数のデッサンと、 実物を死体へと発展した。それらはかなり多くが福音書と40枚の死体である。ビアクルシスは14色の水彩デッサン、7枚の生産、7枚の死体がある。オーバーベックの構図は一部の例外を含め強い印象を与えた。彼の一生をかけた仕事は彼の言葉に要約される。オーバーベックは1869年にローマで死去した。彼は サンベルナルドアルテルメ協会に埋葬された。ありがとうございます。